Matthew chapter 7, 15. Beware false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. 偽の預言者に気をつけろ。それは羊の衣服を着てあなたのところにやってくるが、その中身は貪欲な狼である。広し林、ヘメメシティ、ジャパン。つまりこの聖書を書いた人はですね、偽の預言者に対して相対立する立場にいる人ということになります。そしてその偽の預言者、つまり羊の衣服を着ている偽の預言者が誰であるか、それが分かれば、この聖書を書いた人が誰であるか、それが分かるということになります。で、続くこのマタイ伝第7章の部分を読んでみます。 You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? あなたはそれをその狼が持ってくる果実でそれを知らされるだろう。人はトゲのあるブドウ、あるいはトゲのあるイチジクを食べるだろうか。Even so, every good tree brings forth good fruit, but a corrupt treeBrings forth evil fruit. 良い木であれば良い果実をもたらすが、壊れた木は邪悪な果実をもたらすであろう。 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can aCorrupt tree bring forth good fruit. 良い木からは邪悪な果実は生まれないし、また壊れた木からは良い果実は生まれない。Every tree that brings not forth good fruitis hewn down and cast into the fire. 良い果実をもたらさない木はどんな木でも切り倒し、そして火の中に投げ入れねばならない。 Wherefore by their fruitsYou shall know them. それがもたらす果実によってそれがわかるように、あなた方はそれを知らされるであろう。繰り返します。この聖書はその相対する対立する人をですね、羊の皮をかぶった預言者であると判断している人によって書かれたものであるということになるのではないでしょうか。言い換えるとですね、ここでいう羊の皮を身につけたのが誰であるか分かれば、その反対側にいる人によってこの聖書が書かれたということになります。
ではその羊の衣服を着ているのは誰かということになりますが、ルネサンスの時代に画家として活躍したジョルジオ・ヴァザーリがこの謎を解くヒントを絵画の中に残してくれました。中央の絵はジョルジオ・ヴァザーリの描いた絵です。盾のようなものが描かれ、そして地球を中央に置き、左にバフォメット、すなわちマルドゥクを描き、右に羊、つまりイナンナ・イシュタール・マリアを描いています。つまり聖書でいう羊の衣服をまとった偽の預言者というのはイナンナ・イシュタール・マリアということになります。となると、そのように位置づけていたその対立する神が聖書を書いたということになります。ということは、ジョルジオ・ヴァザーリの絵画を基本にしてものを考えると、聖書を書いたのはマルドゥックということになるのではないでしょうか。ここが重要ですから、もう一度マタイ伝の第7章のその部分を読み直してみます。偽の預言者に気をつけろ。それは羊の衣服を着てあなたのところにやってくるが、その中身は貪欲な狼である。と、つまり繰り返しになりますが、羊の衣服を着ているのはマリアということになるわけです。となると、その対立する立場の神は誰かということになりますと、マルドゥックということになります。ですから、この聖書はマルドゥックによって書かれたということになります。つまりこの言葉を発したのはマルドゥックということになります。それをマタイが私たち人間に伝えたということになります。が、こんな回りくどい言い方をしなくてもですね、羊といえばマリア教のシンボルです。マリア教のシンボルイコール羊です。となると、このマタイ伝のこの部分はですね、カトリック教徒にとっては誠にまずいということになります。そこである教会のホームページの訳を拾ってみました。そこにはこのようにあります。害のない羊に変装してやってくる偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは実は悪意のある狼なのです。と、どこか分かりにくくなっています。変装してやってくるそういう偽の預言者もいるから注意しなさい、というふうに解釈できます。まあ微妙な違いということになりますが、ここまでの結論ということになります。ジョルジオ・ヴァザーリは中央のような絵を描いたということです。そしてその絵の中には、左にバフォメット、右に羊、つまりイナンナ・マリア・イシュタールが描かれています。が、なぜジョルジオ・ヴァザーリなのかということも重大な問題です。もっと言えば、なぜジョルジオ・ヴァザーリはですね、こうした事実を知っていたかということですけども、それについては続く動画をじっくりとご覧ください。ジョルジオ・ヴァザーリもまた1500年後のカイン・キリストの、つまりは操り人形だったということになります。First, Inanna
insisted. 1/20th of this earth is mine. 最初にイナンナがこう主張した。この地球の20分の1は私のものよ、と。Marduk then insisted on Inanna. 1/9th of this earth belongs to me. 次に、Marduk はイナンナにこう主張した。この地球の9分の1は私のものだ。But Inanna rebelled against this. Why do you have 1/9th? が、イナンナはこれに反発した。どうしてあなたに9分の1もあるのよ、と。Marduk argued, I am a legitimate successor to Enki. Enki had 1/9thcontrol, so I have 1/9th control. マルドゥクはこう反論した。私は延期の正当な後継者だ。延期は9分の1の支配権を持っていた。だから私には9分の1の支配権がある、と。Inanna then argued further.1/9th? That is too much. Where is the proof? すると、イナンナはさらにこう反論した。9分の1も、だって、どこにその証拠があるのよ、と。Marduk then explained.Enki's secret number is 40. You should know that. 40 means that you divide the earth into 360 equal parts, 40 of which, or 1/9th. すると、マルドゥクはこう説明した。Enki の神聖数は40だろう。40というのは地球を360等分したときのそのうちの40、つまり9分の1、つまり40ということだ、と。When Inanna heard that, and then asked Marduk, Oh, that's why my secret number is 15? 360 divided by 20?My secret number is 15, isn't it? イナンナはそれを聞いて、マルドゥックにこう聞いた。だから私の申請数は15なのね。360÷20 は15だから、それが私の申請数ということなのね。Marduk insisted on Inanna again. Yours is less than 1/20th. Yours is just 1/24th. 360 divided by 15, your sacred number, is 1/24th. Marduk はさらにこう言った。違う。お前の取り分は20分の1もない。正しくは360をお前の申請数の15で割った24分の1だ24分の1だと。 In this way, the secret numbers of the gods were decided. The secret numbers areIn other words, numbers born from the rulership of the gods on this planet Earth. こうして神々の神聖数は決まった。
神聖数はつまりは神々の地球における支配権の割合から生まれた数字だったということになる。広し林ハメメシティジャパン。This is a painting of Giorgio Vasari in the Renaissance. In this picture, many ciphers were hidden. Please be careful about the lady on the front left. This lady has a right angle ruler and a compass in her right hand. A right angle ruler and a compass are also theCurrent Freemason symbol marks. Why is a Masonic symbol drawn in such a place? But there is a hint to solve the mystery in this picture itself. Please note the two people in the foreground. In these two people, you can read and know that the number 12 was hidden. It isNumber 12. 12 is a sacred number of Nifl Sag. When you know this, you will also know that the man on her left side is Enki. Nifl Sag and Enki are gods who remodeled human beings. It is believed that Nifl Sag and Enki were a couple as well as aSister and a brother. In other words, the square and the compass symbolize the modification of human beings. But that was not a point for today's video. A much bigger secret was hidden in this picture. It is a secret that even Giorgio Vasari at the time of the 1500s could not know.I repeat it again. It is a secret that even Giorgio Vasari at the time of the 1500s could not know. It is exactly impossible possibility. This video is a video about the mystery. これはルネサンスの時代にジョージョ・ヴァザーリの描いた絵です。この絵の中には多くの暗号が隠されていました。手前左の人物に注意してください。この人は向かって左側の右手に触覚定規とコンパスを持っています。触覚定規とコンパスは現在のフリーメイソンのシンボルマークにもなっていますが、なぜこんなところにフリーメイソンのシンボルマークが描かれているのでしょうか。が、その謎を解くヒントはこの絵の中にありました。手前の二人の人物に注意してください。この二人の人物の中に12という数字が隠し込まれていました。12です。12というのはニンフルサグの神聖数です。となるとその右にいるのは延期ということになります。ニンフルサグと延期は人間を改造した神です。つまり触覚定規とコンパスはその改造を象徴したものということになりますが、それだけではありませんでした。この絵の中にはさらに大きな秘密が隠されていました。1500年代当時のヴァザーリが知る由もなかった秘密です。繰り返します。1500年代当時のヴァザーリが知る由もなかった秘密です。まさにありえない秘密です。この動画はそれについての動画です。広し林、ハナメシティ、ジャパン。そのジョルジオ・ヴァザーリの描いた絵をもう一度検証し直してみました。これがその絵です。いろいろな説明がなされていますが、あまり意味がありません。この絵の今、キーワークで囲った部分に注意してください。
この中にどうやら27という数字が隠し込まれているように思います。まあ、そのようにも見えるというレベルの話かもしれませんが、27と読んでもおかしくないと思います。で、これは27なのでしょうか。もし27であるとするならば、27はユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。そこでバザーリの師匠と言われているミケランジロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたカインと比較してみます。左がバザーリの絵です。右がミケランジロの描いた絵です。で、この両者はポーズが大変よく似ている点に注意してください。ポーズがよく似ている。他の場所でもミケランジロはこのような形で多くの暗号を残しています。で、これもその中の一つではないかと私は考えています。そこで拡大して顔を比較してみます。左がバザーリ、右がミケランジェロですが、この両者は似ているといえば似ていますが、似ていないといえば似ていないということで、ここでは一応クエスチョンマークをつけておきます。つまり仮説の前提ということになります。で、これはカインなのかどうかということになります。で、カインであるかどうかは別にして、この絵の中に登場している神々をもう一度整理してみたいと思います。詳しくはこの続く動画の中で皆さんに説明します。左下にいるのがニンフルサグということになります。そしてその右が延期ですね。そしてこの赤い枠の部分を拡大してみます。するとそこには合計4人の人が描かれているのがわかります。拡大してみます。この羊は私はイシュタールと判断しました。そしてその左にいるのがマルドク、バホメットの顔をしています。そして右上にいるのがエンディルということになります。恐ろしいライオン顔をしています。それについての動画もこの後につなげておきます。つまりここに描かれているのは古代の神々であるということになります。で、昨日2019年7月12日サザレ石さんという方からこんな書き込みをいただきました。バザーリのこの絵においては、左の女性はニンフルサグ、右の男性は延期として地球儀をマルドックとイナンナが取り合っている絵だとすれば、この絵はゼカリア・シッチンの地球年代記に描かれている第二次ピラミッド戦争後の和平会議に関わる絵ではないかと連想しています。この会議はニンフルサグの召集で行われ、そこで地球の分割支配が確認され、エジプトの支配権がマルドックからトスに移されたとあります。この絵の右側のひためがちに去っていく格好の男性はカイン、すなわちマルドックに似ているようにも見えてきますと。そこでゼカリア・シッチン書の地球年代記の冒頭の部分から第二次ピラミッド戦争までの部分を翻訳してみました。
この辺りから第二次ピラミッド戦争へと話がつながっていきます。Opposed to the resulting control of all the space facilities by Enki's descendants, the Enlilites launched the Second Pyramid War. The victorious Ninurta emptied the Great Pyramid of its equipment.Niflsag, half-sister of Enki and Enlil, convenes peace conference. The division of Earth is reaffirmed. Rule over Egypt transferred from the Ra or Marduk dynasty to that of Thoth. Heliopolis built as a substitute beacon city.サザレ石さんがですね、書き込みの中で第二次ピラミッド戦争の内容とよく似ているとおっしゃっている部分はこの部分ということになります。もう一度この部分を正確に読んでみたいと思います。ラーつまりマルトゥックは延期の長男であったが、オシリスとセスの間でエジプトを分割して与えた。セスはオシリスを排除し、ナイルの谷の支配を自分のものとした。ホルスが第一次ピラミッド戦争を仕掛け、彼の父のオシリスの復讐を果たした。セスはアジアに逃れ、シナイ半島とカナンを確保した。延期の子孫たちによる宇宙の施設が支配されることに反対し、エンリル一派は第二次ピラミッド戦争を仕掛けた。延期の2分の1の姉であるニンフルサグは和平会議を招集した。地球の分割支配が確認された。エジプトの支配権はラー・マルドゥックからトスに移された。ヘリオポリスがビーコン、つまり東大都市の代替都市として建てられた。つまりサザレ石さんはですね、この延期の地球年代記の第二次ピラミッド戦争の部分の記述とジョルジョ・バザーリの絵の中の様子が一致しているのではないかということなんですね。確かに一致しています。ただ一つの穴はですね、この第二次ピラミッド戦争の最中にはですね、まだイナンナ・イシュタールはこの宇宙には存在しなかったのではないかということです。またその名前がですね、この地球年代記の中には出てきていませんが、地球を挟んでマルドゥックとイナナ・イシュタールが何やら話し合っている様子を見るとですね、つまりは地球分割の話し合いをしているような雰囲気でもあるわけです。つまりこうした神々の戦争の流れがですね、ジョルジョ・バザーリの絵の中に表現されていると考えることは間違っていないと私は考えています。で、結論ということになりますが、ジョルジョ・バザーリの絵の中の様子が第二次ピラミッド戦争の様子を描いたものであるかどうかということは別にしてですね、1500年代のジョルジョ・バザーリがですね、いわゆる神々のこうした戦争をですね、知っていたとは到底考えられないわけです。こうした神々の戦争を知ったのはゼカリア・シッチンが粘土版を解読して、またその時が初めてだったということです。つまり繰り返しますが、ジョルジョ・バザーリがですね、このような神々の戦争を知るってことは当時としてはありえなかったということですが、そうした様子がですね、こうした絵の中に描かれているということはですね、言い換えるとなぜそれをジョルジョ・バザーリが知れたかという問題へとつながっていくわけです。さらに言えばですね、ダ・ヴィンチ、ミケラランジョルと並んでジョルジョ・バザーリもまた1500年後のイエスの、つまりは代理人であったという可能性がぐんと高くなってきました。その一つがこの謎めいた絵ということになります。この絵の中には
そういう、まあ、底知れぬ謎が隠されているということになります。さだれ石さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。In order to find the Pleiades, face the southern sky. Find Sirius first, the brightest star in the night sky. Then Orion. Follow the straight line of the belt from Sirius via Orion to Aldebaran. Move onward almost straight to find the Pleiades.Seven of the stars in the grouping are visible to the naked eye if you have a good sight. Today's story is about the Pleiades. 夜空で一番明るい星、それがシリウスです。簡単に見つかります。そのシリウスからオリオンへ、そのまま一直線に進むと、牡牛座のアルデバランへ。プレアデス星団、つまりスバル座はその先にあります。目の良い人は7つまで星を数えることができると言われています。今日の物語はそのプレアデス星団についてのものです。広志林、浜松シティ、ジャパン。ジョルジオワザーリの描いた大変不思議な絵があります。これがその絵ですが、誠にもって謎めいています。で、その絵の中にこれまた奇妙なものが描かれています。この白枠をつけた部分に注意してください。私はこれを星と判断しました。そしてこれはプレアデス星団ではないかと判断しました。星であるとするならば、このように見える星はプレアデス星団を置いて他にないからです。全体で8個の星が描かれていると判断しました。で、その星と実際のプレアデス星団の星と比較してみます。ここが今日の最初のポイントということになります。右がハッブル望遠鏡が撮ってきたプレアデス星団です。で、比較してみますが、似ているようだけれども違う、しかし似ているというレベルの話ということになるのかもしれません。ともかくもこのようにして比較してみるとですね、まあ、左は8個あります。で、右の方は7個以上あるということになります。で、肉眼では7個見えると言われていますが、実際には7個は難しいと私は考えています。ともかくも左右を比較してみるとですね、大変よく似ているというレベルで同じということになるのではないでしょうか。
ここでは左の縦に描かれている星のようなものはプレアデス星団であると判断した上で話を進めていきたいと思います。念のために天体望遠鏡の歴史を簡単に調べてみました。天体望遠鏡が世に出てくるのは1609年、ジョルジョ・ヴァザーリが亡くなってから34年後のことです。でその後ハンス・リッペル・ヘイ、あるいはガリレオ・アイザック・ニュートンへとそのテクノロジーが伝えられていきます。ともかくもジョルジョ・ヴァザーリの時代にはまだ望遠鏡はなかったということです。でそれがプレアデス星団であるとするなら、ジョルジョ・ヴァザーリはどうして自分の絵の中にプレアデス星団を描いたかということになりますが、もう一度その縦をよく見てくださいますと、その理由が分かっていただけると思います。中央に丸い物体が描かれ、その右に羊、そしてその左にバフォメットが描かれているのが分かります。そしてその中央の丸い物体は、私は地球と判断しました。つまり地球を挟んで右に羊、左にバフォメットが表現されているということになります。バフォメットイコールマルドックということになりますが、それについては別の動画の中で詳しく説明します。左はマルドックと判断しました。となると右はイナンナ・イシュタールということになります。またの名をマリアと言います。がこの絵をさらに深く見ると、その中にはさらに大きな謎が隠されていたのが分かりました。赤枠で囲った部分をもう一度ご覧になってください。ここが今日の重要なポイントということになりますから、もう一度皆さんに確認していただきます。で、この中央に丸い物体、まあ、地球ですね。そしてその右に羊、左にバフォメットが表現されているということです。地球は極めて正確に描かれているのも分かりますが、それは今日のポイントではありません。向かって右にいるのが羊、つまり、ローマンカトリックのシンボル的な動物ということになります。そして左にいるのがバフォメットということになります。一般にはヤギの頭を下持った神と言われていますが、顎の下にヒゲなども正確に表現されている点にもどうか注意してください。つまり左に描かれているのはバフォメットイコールマルドックということになります。これもまた別のところで証明しましたが、マルドックイコール、つまり本物のイエスが処刑された後、そのイエスの代理人としてイエスの立場を守っているのがマルドックということになります。が、ここからが本題です。もう一度その盾のようなものを見てください。中央に地球を置いてですね、右に羊、左にバフォメットが配置されています。つまり地球を取り合って何やら二人の神がですね、言い争っているかのようにも見えます。あるいは話し合っているかのようにも見えます。がそれだけではありません。羊の向かって右側、羊の後ろに注意してください。羊が描かれています。その後ろに一人の人物が描かれています。この人物は誰かということですけども、バフォメットの向かって左側、バフォメットの後ろに描かれている、私がプレアデス星団と判断した星と同じように対象させて考えてみないと、この謎は解けないのではないかと
考えています。つまり羊の後ろには謎の人物、そしてバフォメットの後ろにはプレアデス星団が描かれているということです。これは何を意味するのでしょうか。この謎を解くために羊の後ろにいる人物を拡大してみました。何やら険しい顔の人物が浮かび上がってきました。さらに拡大してみます。顔中ひげだらけの何やら恐ろしい形相の人間ということになりますが、これは本当に人間なのでしょうか。今までの流れからするとここに描かれていてもおかしくない人物はアヌ王もしくはその息子のエンリルということになります。一般にはエンリルは恐ろしい顔のライオン顔で表現されています。そのエンリルに酷似しています。この写真はミトラ教の地下洞窟における神事の様子を描いたものですが、そこにはエンリルはこのように表現されています。他にも今も言いましたようにエンリルは一般には恐ろしいライオン顔で表現されています。つまり羊の右後ろに描かれているのはエンリルということになります。つまりエンリルが羊、つまりイナンナ・イシュタールを助けている図とも解釈できるということになります。となると向かって左側に描いてあるバフォメットはですね、プレアデスと深い関係のある神ということになるのではないでしょうか。がプレアデスといえばですね、プレアデス星人ということになります。そのことについてはこれから一連の動画の中で説明しますが、要するにつまり分かりやすく言えばですね、イナンナ・シュタール、そしてマルドゥックの宗教戦争の背後にはそれぞれ上位の神がいるということになるのではないでしょうか。つまりイシュタールに対してはエンリル、そしてマルドゥックに対してはプレアデス星人というようにです。今の段階ではとんでもない仮説のようにも考えられますが、しかし一連の流れからするとですね、それもありということになるわけです。なおかつ16世紀に活躍したジョルジョ・バザーリがですね、こうした事実を知っていたというのも大きな謎ということになります。こうした事実を発見しそして整理したのは2012年以後の私林博士だからです。どうしてこんな事実を16世紀のジョルジョ・バザーリが知っていたかということも今も言いましたように大きな謎ということになります。がそんな謎の中でも一つだけはっきりしていることがあります。これだけははっきりしています。つまりこの地球は私たち地球人、人間のものではないということです。